敵はその目で見極めなさい。気を引き締めてかかれ。逃がしません。今のうちだ。四季に吠えている。薄霞千本桜。あなた一人も勝てそうよ。見てる。すぐに挽回してやる。ホワイト、これでどうだ。ホワイト、まだ同型たし。お前の腕じゃ俺は倒せねえ。キリシグレ、蹴散らしてくれる。行くぜ。薄霞ほのか、行くぜ。さて、何のカードが出るか。行くぜ。どうしよう。逃がしません。はい。良き行いによって幸運がもたらされるか。これがカードの示した運命の助けよう。やりたいようにやらせてもらうぞ。行きますよ。なんで俺が負けるんだ。すまない、助かった。覚悟はいい。逃がしません。お前と共闘しろ。カードはそう告げている。クラウンがいる。薄霞負けない。
ますよ。やろうじゃないの。この手で。行きますよ。切りしぐれ。おとなしくしておれば調子に乗りよって。この拳が黙ってはおらんわ。気を引き締めてかかれ。こちら戦闘丸、目標付近に到着した。これより任務を開始する。行きますよ。私が出ねばならんか。そりゃ。私も出ようかしら。観念しろ。誰にも邪魔はさせん。これより加勢します。逃がしません。逃がしません。切りしぐれ。やってやるから。やめるなよ。ドロドロー。セーブ。
この手で。思い通りにことが運ぶと思うなよ。仁義という名の正義は滅びん。よかった、勝てた。嬉しい。絞り取ってやろう。俺の火花で残らず散らそう。あなたたちの思い通りにはさせません。力の差は歴然だったな。いいじゃねえか、その勢いで蹴散らすしない。蹴りが狂ったんだなよ。受けてみよう。これがジェルマの科学力か。期待外れだったな。悪くない働きじゃ。続けよ。これ以上好きにはさせない。伏せよ。ここを俺たちのものにするぜ。なめられたものだな。一度下がる。これで終わりか。さすがですね。受けてみよう。みんなも勢いつきます。なんちゅう勢いじゃ。楽しいよ。
ドイツだ。へえ、美味しいとこ持ってくじゃねえか。ああ、ご苦労。せいぜい勝ったつもりでいろ。後でしっかりと絞り切ってやる。まだじゃ、その程度では満足できぬ。一度引いた方が良さそうね。厄介な女だったが、絞ってしまえば毒が無意味だ。なんて強さ。どうすればあんな風に動けるの。ここは一旦引くしかねえか。これで終わりか。いいじゃねえか。その勢いで蹴散らしちまえ。このままじゃ終われんの。おいしいキリンを絞れたな。後で振る舞うとしよう。悪くない働きじゃ。続けよ。バカな。この戦い決して負けは許さん。エポール、これ以上の暴挙は許しません。こっちだな。さっきはよくもやってくれたな。借りは返しとかねえとな。うせよ。とわ、わらわが行く。覚悟は良いな。なめられたものだな。お前たちはどうにもならん。これがしぼしぼの身の恐ろしさだ。むちゃくちゃやってやがる。あいつこそ一気当選のクソ無双だぜ。何のカードが出るか。このままで済むと思うなよ。よし、次の相手はドイツだ。お前の強さは不運をも覆す。その方角が幸運が待っているよ。少し絞りすぎたか。素晴らしい。
絞り取ってやろう。そうそう、客人たち。大砲は俺様のもんだからな。絞れたな。後でフルマウトしよう。それでいい。受けてみよう。味わんがいい。こいつよく見たら麦ちゃんじゃない。あれはあつしの千倍特許だってね。いや、お前も化けられるのか。どっちの能力が上か試してやろうじゃないか。逃げてないのよ。どこへ行こうか。俺の自由だ。させてもらったはず。今さら何の用だ。筋を通そう。裏切りは裏切り。ママの顔に泥を塗ったお前を許しはしない。伏せよ。生きてりゃ思い通りにならんこともある。この程度で我々に逆らうとはな。
その度胸は認めてやる。そう荒ぶる。今相手しておきでやろう。勝利すれば長かった我々の任務はいよいよチェックメイト。これ以上無様な姿を晒せ。妹に甘いのは昔から変わらないな、カタクリ兄さん。この世界を横取りするんじゃねえぞ。敵もバカじゃなさそうだ。ここはわしと組まんか。甘いと。おい、さっさと逃げろ。置いていくぞ。これで終わりだ。オーバーヒート。これで四皇の幹部だと。やはり我々が一番だな。それでいい。3秒やるからさっさと逃げる。今伏せよ。乱却。やっとうしてやろう。乱却。乱却。受けてみよう。見せてやろう。消えろ。見せよ。ママの娘に敗北は許されない。素晴らしい。ドフラミンゴを倒したルフィたちはバルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出し、サンジたちと合流するためゾウに向かう。その戦場、ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願される。だが差し出された親子杯を断った。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは一方的に古文杯を飲み干し、ここに海賊連合
麦わら大船団が結成される。君は今まで通りでいい、麦わら。僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ。何かあれば勝手に命を懸けて参上する、そんな奴らがいても損はないだろう。こたびのご恩に報い、命全霊をかけてこの古文杯勝手に頂戴いたします。ダメ。一方サンジたちは一足先にゾウに到着し、すぐに異変に気づく。ゾウはカイドウの部下勘外のジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だった。サンジたちはゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い、深く感謝される。数日後ルフィたちも到着し再会を果たすが、そこにサンジの姿はなかった。サンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ、政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったという。サンジがビッグマムの娘と結婚？なんだその勝手な話。サンジは俺たちの仲間だ。憤慨するルフィたち。そこに遅れてきたキンエモンが合流する。キンエモンは今まで話さずにいたワノ国にまつわる多くの事実を伝えた。モモノスケは本当はワノ国の大大名光月おでんの息子である。キンエモンはモモノスケの父ではなく家臣であること、光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと、その死の間際ワノ国を開国せよと言い残したこと。拙者カイドウを倒したい。ルフィ、拙者と一緒に戦ってほしいでござる。よくわかった。テイクモン、同盟だ。ここで一味はサンジ奪還に向かうルフィたちのチームと、先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックはサンジを連れ戻すためゾウから出航し、ビッグマムの治めるトットランドを目指す。しかしそこには意外な人物が乗船していた。サンジ君を連れ戻しに行きましょう。サンジ、ふん、いまいましい名だ。何よあんたたち、って、そのぐるま湯、もしかしてサンジ君の。ご明察、私はレイジュ、サンジの姉よ。こっちは弟のヨンジ。わお、かわいこさん。兄弟そっくりだ。なあサンジの姉ちゃん、サンジがどこにいるか知らねえか。はっ、それを知ってどうする。まさか奪い返すつもりか。そうはいかねえ。あいつは今や役に立つ存在なんだ。役に立つって、あんたたち家族なんでしょ。ま
まあそう熱くなるな。今騒ぎを起こして結婚が破談になってはことだ。お互いに慎重に行こう。あなたたちのためにもビッグマムが治める土地で軽率な行動は慎んだ方がいいわ。弟が今までお世話になったわね、一味の皆さん。では幸運を。なんだあいつら、勝手なこと言いやがって。それよりさっさとサンジを探さねえと。おい、サンジ！あの、もしかしてあなたたち、サンジさんの？お前、誰だ？私はプリン、サンジさんの婚約者よ。お前が？サンジさんに会いたいならホールケーキアイランドの誘惑の森に向かって。いいの？そんなこと教えて。ビッグマムから罰を受けない？実の娘よ、心配しないで。それに言われたのよ、サンジさんに。君と結婚したいけどそれはできないんだ、俺は仲間たちの元へ帰りたいって。だから私、あなたたちから彼は奪えない。なんていい子なんでしょう。ルフィさん、私独自にビッグマムの動向を探ってみます。皆さんはサンジさんと合流してください。ありがとう、プリン、ブルック。待ってろよ、サンジ。行くぞ、誘惑の森。Hey!
見たら、これおかしいじゃねえか。ほんとだ、いろんなもんがお菓子でできてんぞ。もうみんな勝手に突っ走ってどこ行ったのよ。覚悟して。はっ、あそこにいるの、サンジ君。ちょっとサンジ君、いくよ。するのね。ここは誘惑の森。さあ、存分に楽しんでいくんだね。全力！覚悟して！終わりだよ！
ダミー、こいつらぶっ飛ばすの手伝ってくれ。いるぞ。チャッパ、キャロット、大丈夫？森にいたブリュレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだ。でも大丈夫だ。どっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない。先に進んで。ノワ！心配しないで、私たちはヘッキャー。不安しかないわ。そこから出てこれないの？なんとかするよ。サンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ。割れた。あいつらのことは心配だけど仕方ねえ。俺たちでサンジを探しに行こう。調子だよ。オーダー受けたまわりました。
まだごねているのか、我が息子よ。気安く呼ぶな。俺に親がいるとしてもお前じゃねえよ。いや、私の血がお前にも流れている。お前はジェルマ王国の第三王子だ。我がヴィンスモーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る。それにはシャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが、大切な息子たちをあのイカれたババアのところにはやれん。そこで思い出したんだ、もう一人出来損ないがいたと。サンジ、お前は生贄、息子だなんてみじんも思っちゃいない。お前が海賊をやってると聞いたとき、出来損ないのお前も少しはマシに成長したかと思ったが。相変わらずでがっかりだな、ヴィンスモーク家の恥さらしが。それに所属することが俺にとっての恥なんだよ。お前たちの全てが俺の思想に反する。やれやれ、それはこの男の影響か、サンジ。イーストブルーのバラティエ、こいつの店にいたそうだな。え？まあ、お前が言うことを聞かなかった最悪の場合は、そいつの首が飛んでもいいのか、などと脅しを使うのは。あっ、抵抗せず、仲間を諦め、結婚を受け入れろ。それで全てが丸く収まる。しかしまだのたれ死んでなかったとはな。落ちこぼれのくせして悪運だけは強えようだ。うるせえ。おかえり、サンジ。我らがヴィンスモーク家。楽しみだな、またお前と暮らせるなんて。そうだ、また昔みたいに遊んでやるよ、出来損ない。ああ、望むところだ。来いよ、クズども、相手してやる。俺たちのヒエラルキー、今一度確認しておかねえとな、サンジ。ヒエラルキーとか言ってる時点で話にならないんだよ。お前ら見てねえで俺を守りやがれ。コリエ・デフォール・コートレス・セル。Yeah!
が楽しくなってきたよ。あっち、トリエフォークドレット、セル、手に乗るなよ、出来損ない。その出来損ないにやられる気分はどうだ。クソ野郎、久しぶりね、サンジ。どれほど強くなったか見せてちょうだい。あのサンジがこんなに強い。これがあのサンジだって信じられない。エフォーコードレット、セル、お前の言い分は多数弱者の戯言だ、サンジ。昔からお前の言うことは理解できなかった。王には王たる勝利がある。無勝利は貴様だ。まったくだ、間違いには拍車がかかってやる。シャッター、一時、まずは四時にやらせてみたら。見てるのも面白そうじゃない。そうだ、まずは欲望だ。なんだ、そんなに俺とも遊びたいのか。いいだろう、お望み通り相手してやる。てめえはその落ちこぼれいいかってことだ。思い知ったかい、四次。お前が何をしようと無駄だ、失敗作。くそ、どんだけ頑丈なんだ。この程度か。サンジ、お前には人質がいることを忘れるな。これ以上反撃すればイーストブルーで血が流れるぞ。ったく、サンジの分際で調子に乗るなよ。やはりお前は出来損ないのままだな、サンジ。興ざめだ。手ひどくやられたわね、サンジ。レイジュ、なぜ戻ってきたの。二度と思い出したくもない場所へ。せっかく13年前イーストブルーで逃がしてあげたのに。自分から戻ってきたのだから、覚悟を決めて無駄な抵抗はしないことね。さあ、ホールケーキシャトーで結納が執り行われるわ。早く手当てして支度なさい。